がっつり髪型あるしに引いちゃいますってみんな。奥さん元気？いいですよ奥さんは。なんでそんなに何で恥ずかしそう。俺朝子供と3人で散歩してるんですけど、うん、急に DM が来るんですよ。 DM がめった来ないのに、おいよさんだと思って見ると、奥様は今日も緑のパンツ似合ってますよ。怖くないですか？怖いですよね。見かけてるって子供さんと2人でまだ5分前だから、5分ぐらい前だから間に合うな、間に合うって思って。あと俺のその隠し撮り盗撮されたやつとか無言で送られてくるんですよ。こうやってる写真と見つけられないですか？有吉さん姿見つけられないです。一回も見たことない。めっちゃ面白いやそれ。ちょっと時差で送ってんじゃないですかわざと。いやそんなことない。そんなに多分時差ないと思う。長谷川さん気づくの遅いんだ。いや俺も結構周り見てんだけど、で最近はやっぱ嫁さんと二人で意識してみようって言ってるんですけど、そうなるとパッタリ現れるんですよ。あで行動範囲が近いんですか？いやいろいろ俺散歩してるからさ、たまたま、うん、結構な距離まで来てるんですよ有吉さんが。だから僕思うんですけど、相当数の芸能人が有吉さんに見かけられてると思うんですよ。と思います、思います、はい、恥ずかしいです。俺もよく見られてる。そうっすよ、俺の方が目撃されてるけど。結構いますもんね。俺一回見つけられないんですよ。有吉さんの生息範囲地図にしたら多分ほぼ都内全部広い、広いですよね。太田さんは私も前コンビニで見ました。あそう、夜中に酒買ってるの。誰を？太田さん、ジャンポケの太田さん。奥さんじゃなくて、ね、そんなに遭遇するもんね、たまたまでしょ。普通しないですけどね。逆にあります？長谷川さん誰か遭遇したことあります？いないっすね。ないっすよね。そパッと思い出せる人はいないっすね。だ一方的に見つけたことありますよ。チョコプラの松尾が芸能人見つけるのうまいんですよ。一緒に歩いてると、そういう人いません？なんか、あ、誰だろう、うまい、ね、すぐ、うまい、見つかってますよね。しかも有吉さんも、はい、有吉さんも見つかってるんですよ。犬の散歩してたの、ドライブですか？怖い、みんな怖い。普段やってることです有吉さんが。急に野良犬です。だから松尾見つけるのうまいんで、なんかこう、こんなさ大きな帽子かぶってマスクしてサングラスしてさ、はい、こう誰だろうなって見てて普通のおばさんの時あるよ。あります。あれ何なの？あります、あります。あれ何なの？何なの？そういうファッションなんでしょうけど、僕らの生息としてはなんかそう隠れたい人なのかって思っちゃうんですよね。そうそう、女の子でもいない？結構最近はやっぱマスクに帽子が多いからちょっと芸能人っぽいなみたいな。いやでも明らかにそう、なんかこうかぶるからね、こういうタイプのとかこういうのとか。そういうアイテムが増えたからとかありますよね。はい。やっほー。来たね。寒いでしょ。え、もうこれ、え、これもう始まってるんですか？始まってる？え、あ、二人とも初めてだっけ？初めましてです。あ、そっか。確かに有吉さんを見つけた写真撮りたい。みちょぱ見つけられないよね。みちょぱもあんま聞いたことないですね。あんま家出ないでしょ。出てる？出ないし、歩かないから。あ、そういうことか。多分。ちょっと歩いてよ。怖い、嫌だ。大体前の家知ってるから、前の家の前行ったら大体ここいつも前の家でしょ、それは。前の家全員言うよ、俺ここみちょぱが住んでる。いや、有吉さんも言うからすぐ。はい、お邪魔します。どうぞ。あ、どう、はい、はい。ふさん元気っすか？いやいや、この間あったよ。1週間前ぐらいなんかあるかもしれないじゃないですか。まあ確かに元気ですよ、おかげさまで。すごい、本当のお家みたい。今回の夜会は広瀬すずが夜会ハウス初登場。今一番会いたい人スペシャル。今一番可愛いに姉妹がいるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんです。めちゃくちゃなんだね。会いたいと思って、すると、ご本人様です。あら、ちっちゃ、ちっちゃい、可愛い。そして広瀬が熱望、天才格闘家のボクシング授業。いいよ、綺麗、すごい、すごい、すげえ、すげえ、頑張れ。そうそう、いった、おお、いった、すげえ。さらに帯広の風景と寝てる鈴って知乳、富田美優しか知らないナンバーワン素顔の鈴を大公開。撮られてるの鈴ちゃん知ってたの？いや、知らない。木曜夜10時。